時は明治、蜘蛛三兄弟と政府直属部隊山犬、彼らは人々に災いをもたらす化け物オロチを倒した。国を守り英雄となった者たち、彼らの秘められた過去が今明かされる。山犬は解散することになった。あなたたちは知っていてもいいかもしれないわ。天下の抱えるもの、愛するもの。お前の道は誤らなければならないものだったのか。彼らが残した壮絶な運命の物語が始まる。あれの間違いはあいつらに出会ってしまったことか。オロチ復活の年を遠く先に控えていた頃、フーマには呪われた歴史が存在した。双子は呪われた意味も、生きていてはならない。フーマの掟を破った裏切り者だ。どうかこの子だけは。なんて俺らと。お前たちは二人で一つだ。互いを思い、互いを愛して生きていってくれ。今より俺たちが長だ。グモ、天下はどこだ。オロチ、俺たちが討伐したはずです。オロチ細胞の持ち主だ。あいつを放っておいたら兄貴が危ない。軍の上層部に不審な動きがある。誰も信じるな。なんでここに師匠の名前が。俺がやらなきゃダメなんだ。私は最後までソラマル様のおそばに。殺す覚悟もないくせに。甘すぎてヘドが出る。山犬を語るなっつってんだ。俺の覚悟はクモと書くんです。強くなったなソラマル。